アメリカ海軍とナイジェリア陸軍の将官。両者とも左胸に略樹をつけているが、並べ方が異なっている。略樹の形状や装着法も国によって異なる。略樹は、勲章、貴章の受章者がそれらを廃用しない時に、受章歴を示すために着用する樹である。日本の政令で定められている略樹は、円形で、欧米では、ロゼットと呼ばれるものに相当する。 しかし、日常を多く見られるのは、軍人等が制服につけている長方形のものであり、一般的にも逆樹と呼ばれているものはこのタイプを指すことが多い。これは、欧米では、リボンバー、ブレストリボン、サービスリボンズ、サービスルバン、バンドスコーナイ等と呼ばれているものであり、日本では内閣国時によって、個人での作成と制服への着用がかとされているものである。 同様の目的で使用されるものとしては、略称があり、略称には、実物の縮小模型や、ピンバッジ、布製のワッペン等がある。ドイツ連邦共和国功労勲章功労メダルと、スティックピン型略受。受賞した、勲章、気章のすべてを日常廃用することは、実用的ではなく、破損や紛失の危険も伴う。しかし、一方では、 受賞者には自己の受賞歴を誇示したいという要求もあった。そこで式典等礼服を着用する場合以外は、略時を日常的に着用して、正式の勲章、気章の汎用を省略するようになり、特に各国の軍隊で普及した。このようにしたことで、上層でも何の勲章、気章を受賞しているのかが確認でき、その着用している軍人の功績や経歴を、 うかがい知ることができるようになった。略樹には、平服の襟につける、スティックピンや円形略樹、軍服等に並べてつける、長方形略樹等がある。略樹は、基本的に本来の勲章、希章の樹と同じ柄色の布製で、長方形略樹には、勲章の等級や他のメダルとの識別、あるいは、受章回数等を表すためのあやかや、 金属製の小さな付属物が付いているものもある。長方形略樹は幅もオリジナルの樹と同じと規定されるのが一般的であるがドイツのように狭いものを使用する国もある。そして同じ幅と規定されている国でも大樹のようにその幅が着用に不向きなものには例外規定が設けられている。またソ連の赤星勲章や北朝鮮の国旗勲章のように正明に 銃のない勲章、気章もあるが、このようなものにも対応した略字が制定されていることは珍しくない。東ドイツ軍のように銃の柄を印刷した紙片をプラスチックケースに封入する形式の略字を採用している国や、北朝鮮軍のようにプラスチック板の裏側から銃の柄を塗装した形式の略字を採用している国もある。そして自衛隊の防衛記念章。 アメリカ軍のユニットアワードやユニットサイテーション等のようにメダルがなく、章自体が長方形略樹の様式になっているものもある。アメリカ海軍とフランス海軍の召喚、両者とも左胸に略樹をつけているが、装着法が異なる。略樹は授与される勲章、気章に付属しているものもあるが、それを着用しなければならないと規定されている例は、ほとんどなく、 制服に着用するものの場合でも、様式や装着位置に関しては規定されていることはあるが、規定されている事項は国や組織によってまちまちであり、衣服への取り付け方法まで規定されることも、英連邦王国の国々以外ではあまり見られない。そのため、個人で事故の受賞歴や好みに合った様式や装着法のものに改造したり、そのように作られたものを購入して着用することも、 広く行われている。例えば、第二次世界大戦終了までのドイツ軍では、授与されるほとんどの勲章、気象に略樹が付属しておらず、正式も定められていなかったため、各自が個人で様々な形式のものを作成していた。陸軍出身と推測されるヨーマンウォーダー。略樹の縫い付け方がわかる。その上には、連想した勲章の金具を取り付けるための糸がかりが、見える。 円形略樹の衣服への装着法には、ラベルのボタンホールに差し込むようになっているものや、ピンズタイプのものがある。長方形略樹は、一般的に、制服上着の左胸ポケットの上、あるいはそれに相当する位置に取り付ける。複数着用する場合は、規定された序列に従って、向かって左側から順に並べて着用する。ソ連軍やイギリス軍等のように、 上巾服にリボンを直接縫い付けることもあるが、着替えや洗濯の都合から着脱できるようにしていることの方が多い。イギリス空軍の服装規定では、常温地域用の服には略樹を縫い付け、暑い地域用の服にはブローチ式の略樹を付けるとされている。オリジナルの略樹にピンズやブローチが付いているものもあるが、個人でそのように改造したり購入する場合もある。 アメリカ4軍の司令官たち。ユニットアワード等は陸軍のみが右胸につけており、海、空、海兵隊は左胸の下下段につけている。リボンナックのタイプは個人によって違うのがわかる。しかし、複数のレアクジュを並べる場合着想が面倒であると、共に見栄えも悪くなる。そのため、リボンを連結した板状や棒状のリボンナックをあらかじめ作っておくことが広く、 行われている。アメリカ等では着用規定にあった連結金具と連結用のリボンを自分で購入して装着することも一般的だが、フランス軍のように布製の台座に縫い付けたものも見られる。そして、これらの作業を業者に依頼することも広く行われている。リボンラックの衣服への取り付けにも様々な方法がある。連結金具の裏についた複数のピンを副次に刺して、 留め金で留める方式は、第二次世界大戦中のアメリカ軍で使われるようになったもので、自衛隊等でも見られる。ブローチで直接衣服に留める方式は、単体や少数の場合には見られるが、多数をつなげたものにはあまり使われない。リボンラック用のピンが太いブローチは衣服へ直に刺さず、あらかじめ作っておいた糸がかりに通して取り付ける。この糸がかりは連結された、勲章。 気象の金具や連想用の釣り金具と共通して使えるので t p o によって略字と勲章を付け替えることもできる。急に本軍の遺品にもそのようにしているものが多く見られる。しかし日本の勲四等または高四級以下の勲章及び気象にオリジナルで付いている取り付け金具はブローチ式ではないので勲章を単独で取り付けるためには別の形状の 糸がかりが必要になる。そのため、個人によっては、従軍機将や記念賞の着用略す場合等のために、勲章用と略樹用の糸がかりを別個に作っている、例も見られる。明細服に略樹を着用したパキスタン軍の将官、アメリカ軍等では着用しない。一般的に勲章は清掃時に着用し、略樹は略霊装や平服時に着用しても良いと、 規定されている一方、軍隊では、上層等の服に着用する、勲章類を、逆樹から、正規の勲章、気章に付け替えることによって、清掃や通常冷装とすることが広く行われている。この場合、軍や時代によって異なるが、その他に、儀礼等や白手袋等の着用が規定される。一般のホワイトタイには、フルサイズの大樹章と清掃を着用するが、 小獣章や宝章、気章はミニチュアメダルを着用することがあり、ブラックタイの場合は原則としてミニチュアメダルのみをつけるのが慣例である。そして、略樹は略章と併用できないため、これら夜会服に着用することは一般的ではない。軍服としては夜会服用にメスジャケットがあるが、その着用時も略樹を着用しないのが一般的である。日本では、 略樹は、勲章、気章、宝章またはそれらの略章と併用できない、旨規定されているが、第6号及び、略樹略章着用規定第3条第1項、円形略樹は併用でなければ塩微服等にも着用できる。自衛隊の制服では、第2種類層が、ブラック体層等の服装であり、陸、海、空産自衛隊ともにメスジャケットを採用しているが、 ホワイトタイの服装は制定されていない。規定では、第2種類装除にも防衛記念賞を着用できることになっているが、自衛官も着用しないのが通例となっている。一方、アメリカ軍では、ミニチュアメダルと略受の併用が禁止されており、賞自体が略受形式のユニットアワード等は、メスジャケット着用時には着用しない。ただし、 フルサイズの勲章や気章とユニットアワード等の併用は禁止されておらず、その場合は、勲章、気章を左胸に、略受形式の章は右胸に着用すると規定されている。円形略受をつけた伊藤博文。日本では、大勲一喫大樹章大勲一喫科章図式及び、大勲章以下略受の件により、既に制定されていた、喫科章と、朝日章に略受が制定された。 そして、その後増設された勲章については、制定の際に、略樹も制定されるようになり、随法章は、明治21年1月26日閣例、第21号、各種勲章及び、大勲位喫下章継承の図用、禁止勲章は、明治23年2月11日直例第11号、禁止勲章の正式廃用式、文化勲章については、 昭和12年2月11日勅令第9号文化勲章令によって、それぞれの勲章のデザインと同時に制定された。法官章については、通用は明治21年1月26日閣令、第21号によって随法章と同時に定められたが、略字は大正8年5月22日閣令第4号により追加された。これら法令によって制定された略字は、 大勲位内誌訓6等勲章のものは、円形略樹。当初、勲7等と8等は長型で、ボタンホールへの差し込み式となっていたが、大正10年4月25日直令第146号、同第149号及び4月26日、閣令第4号により、上位勲章と同形式となった。その後、昭和十一年五月十八日直霊第十五号、 同66号及び5月19日閣令第1号によるデザインの変更があった。これらの図用に関する規定は、平成14年8月12日政令第277号及び、平成15年5月1日内閣府令第54号、各種勲章及び大勲位区下章継色の正式及び形状を定める内閣府令により廃止あるいは削除され、 同内閣フレーに一本化されたが、外見上のデザインは、随法章の色以外変わっていない。ただし、衣服に取り付けるための裏面金具は、男性用がボタンホールへの差し込み式で、女性用がブローチだったが、すべてピンズ式となった。法章については、法称条例の対象10年4月26日、直例第147号及び148号による改正で、 長型スティックピン式のものが制定されていたが、平成15年の制度改正の際、勲章と同様の円形のものに改められた。着用については、略章略受廃用心得によって規定されていたが、略受略章着用規定が新たに定められ、略章略受廃用心得は廃止された。複数の勲章または褒章を受賞した者は、これらの略受を併合したものを作成し、 廃用することができる。ただし、略称略受廃用心得では、勲章と褒章の略受を併合することはできないと、規定されていた。略受略称着用規定では禁止する文言は、なくなったが、併合できるのは、別種の複数の勲章または別種の複数の法章とされており、かとする規定もない。以上のように、日本では、円形略受が正式の略受とされており、 マサキとセットで授与される。これは軍人や自衛官に対する助訓でも変わりなく、軍人専用である禁止勲章でも本章とともに授与されるのは円形略樹であった。そして制服用の長方形略樹は受賞保持費で作成することになっている。帝国陸軍大将田中誠一の中将時代の写真。左胸に並んでいる略樹は、 曲実章、追放章、禁止勲章、王冠第三党勲章、大正大礼記念章、大正三年内史九年戦役従軍記章、昭和大礼記念章、昭和六年内史九年事変従軍記章、品事変従軍記章、紀元二千六百年祝典記念章、大満州国建国功労章、満州帝国皇帝法日記念章で四列三段の十二連。 井上成海海軍大将。制服用略樹は、勲章気章また破宝章を、有、する者制服着用の節略樹配用に関する件、によって、勲章気章また破宝章を有する母大礼服を、直の他制服また破国民服礼装着用の節各自左の正式の略樹を、静止これを、左六に配用することを特略樹二種以上に及び、 不時派本省廃用の順序に自費連結廃用するものとすと規定された。この告示により、制服に個人で作成した長方形略樹を着用できるようになった。また、政令によって略樹が制定されている勲章及び法章だけでなく、従軍記章及び記念章等の記章、他国の勲章、記章、あるいは日本赤十字社の有効章等についても、 長方形の略字を作成し、着用できる。ただし、禁止勲章当選後廃止されたものは、現在では公式には着用できない。正式はとされていたが、昭和22年総理長国時代二号改正により、高3級の部分が削除された。複数個を着用する際の序列は、勲章当着用規定第11条の順序に従うとされており、以下の通りである。 自国の勲章他国の勲章法章気象外国の気象赤十字社友好賞 AB 第2本帝国憲法発布記念賞の略字は極日投下賞のものと同じ。女性専用の勲章だが戦前の倍重軍艦五譜による着用があり得る。逆に新制度下では一般への叙勲がないので今後着用されることはないと思われる。AB パターンは同じだが 寸法の単位が異なる。a b 樹は同じ。略樹をつけた、高田用児会賞。上位二つは、アメリカのレジオン・オブ・メリット及び海軍、コメンデーションメダルの略樹で、以下は防衛記念賞。自衛官が授与される機会の多い、アメリカの勲章等や国連メダルの銃幅は35ミリである。保安隊や警察予備隊、及び発足当時の自衛隊には、 旧軍出身者が多数在籍しており、その中には戦前、戦中に受賞した勲章、希章やその略字を着用する者もいた。しかし戦後の叙勲制度では現職自衛官が叙勲されることはなく、従軍希章や記念章も発行されることがなくなった。そのため、旧軍の経験のない者や旧軍時代に受賞歴のない者はその軍歴を誇る勲章や、 その略字を胸に飾ることができなかった。これは他国の軍人と交流する際に体裁が悪いと考えられた。そのため昭和20から30年代には海外へ留学や出張する者が旧軍時代の勲章、気章及びその略字をジャンク屋や小道具屋で購入して着用するという行為が横行しており、中には廃止されて汎用できないはずの禁止勲章を 購入して着用した者も,もいたと、小村木明は証言している。また、吉池主家とも一等陸佐は、アメリカ出張に際して、アメや横丁で略事を購入したが、その中に、アメリカ軍のものが混じっており、出発前に、古参陸層に注意されてことなきを得たという逸話もある。制服用略事については、制服用の略事に関する規定が、新たに制定され、 勲章気章または法章を、有、する者制服着用の節略受配用に関する件は、廃止された。新しい規定では、無獣または大獣の勲章の獣幅は36ミリとされ、長さは単位が変更されて9ミリとなった。現在でも、現職自衛官への辱議や職務に関する法章の重要はないが、排除する規定もないので、例えば、多額の寄付による、 本事報奨や勤務外での行動による、工事報奨等の授与はあり得る。これら勲章等、第一条及び、同略授の着用については、勲章等着用規定及び、制服用の略授に関する規定が直接適用される。ほか、勲章等及び、略授の着用について、等の実施要領が定められている。また、PKO に参加して、国連メダルを授与される、 自衛官は増加しており、外国から勲章や気章を授与される自衛官も少なくない。そのため、自衛官服装規則第4条が平成19年以降に改正され、外国の勲章等を授与された自衛官はこれらを着用できる旨が明記された。そして、これを受けた実証料も通達されている等。これらの通知や通達においては、 略樹の着用要領については、防衛記念章の正式等に関する訓令第6条を順用するとされている。防衛記念章を付けた、被爆法文、陸上幕僚長。防衛記念章は、防衛記念章の正式等に関する訓令によって、制定された、章自体が長方形略樹の様式になった気章である。同訓令第2条各号に該当する。 自衛官が同第4条で定められた資格に応じた種類の防衛記念賞を着用することができるとされている。第1号第7号防衛記念賞の着用資格者はメダルと樹が制定されている防衛功労賞の受賞者なのでその略樹と言える。防衛記念賞の幅は昭和6年内史9年事編従軍記章以降の記章や現行勲章等の中受章及び小受賞の 受幅と同じ36ミリである。消防団においても、消防団員の表彰歴を表す栄江賞として、略受式の表彰歴書を定めていることもある。その他海上保安庁の海上保安官が着用する、海上保安庁表彰記念賞も、類似の例として挙げられる。ありがとうございます。